今日もですね、ヨガの動画を見ていただきありがとうございます。今日はですね、例えば、病院とか行ってで、よく、入院とかされて高齢者の方に多いんですけど、ベッドで寝たきりになって足がこう弱ってくる、きますよね。で、僕はあまりその病院っていうのはで入院したことはないんですけど、で足がこう弱ってくる、でも立って、そこら辺を歩けないじゃないですか。でどうすればいいか、寝たままでですね、少しこう足をですね強化する方法っていうのを、ちょっと乗せてみたいと思います。でお伝えしますね。で、これ病院でこのぐらいだったらね、多分できると思うんですよ。で寝た状態でですね、寝た状態で足をこう曲げます。で曲げた時に手をグーッとこう押そうとする。で足をこう元に戻ろうとする。でこのこう息を止めないようにしながら少し思いっきり歩いて、3分の1ぐらいの自分の力の3分の1ぐらいの力でグーッと押し合ってみましょう。ちょっとももの辺りが結構きつかったりします。でまた手を今度はすねの方に手を置いて、足はこう上げようとするんですけど、手はこう押さえようとする。で、こういうので少し力を加えてみてください。息を止めないようにします。はい、で、これを左足もね、ぐーっと押し合ってみます。で、ゆっくり元に戻した。今度は足、手をすねの方にも乗せてグーッと、足はこう上げようとする、手は元に戻ろうとする。で押し合ってみます。で何もしなければね、足ってこう衰えていく一方だと思うんですけど、こういうことをねちょっとやるだけでも幾分違うんじゃないかなっていうことで、ちょっと、ね、今日お伝えしてみました。足にこう力を入れてみる、こうとかね、こういうのをね、こうもし、ちょっとね、寝たままでもできるちょっとね足を強化する方をちょっとお伝えしてみました。でもしね無理のない範囲で今のことをちょっとねやってもらえればと思います。ありがとうございます。